イアンウォール作戦を開始する。敵が前進を開始。フェンサーとタンクで敵の前進を阻止する。タンク戦闘準備。タイグ了解。こちらフェンサー、この壁を抜けられるものか。避難は終わっていない。後ろには無防備な民間人がいる。我々は鋼鉄の壁となり敵を防ぎ止めねばならない。こっちからも来たぞ。俺たちが盾になる。狙撃班頼りにしてるぞ。ここは通さねえ。近づくやつは撃て。敵は押し通るつもりだ。だが我々が許しはしない。ここは通行止めだ。こちらスカウト、敵の揚陸船を確認。かなりの数です。他のエリアでも激しい戦いが続いている。我々もここを守りきるぞ。何が何でもここを通るつもりだぞ。敵はこのエリアを集中的に攻撃し突破するつもりです。持ちこたえてください。このエリアが突破されれば防衛線が崩壊する。踏みとどまれ。のやつら水に弱そうに見えるが、そうでもないらしい。こちらスカウト、エイリアン接近。むしろ生き生きしてやがる。あれを見ろ、敵の砲兵がいるぞ。ビルの上に砲兵がいる。こっちを狙っているぞ。スナイパー気取りかよ。誰か砲兵を排除しろ。市民の避難はほぼ完了しました。だがここを突破されるわけにはいかない。後ろからエイリアンが来ます。くそ、防衛線もクソもないぜ。何が防衛線だ。エイリアンとの交戦状態が続いており、経済は崩壊の危機を迎えています。活動困難となり、産業そのものが消滅するケースが多発。我々は史上最大の経済的後退を覚悟しなければならないでしょう。雇用は減少、失業者があふれています。政府は事態の打開を約束しているものの、戦争の先が見えない以上対策が難しいのが現実です。
が来ます。代わりの指揮官はどこだ。ダイバーの戦術見せてよ。成功だ。我々は敵を防ぎ止め、市民を守ることに成功した。よくやった。俺たちは勝ったぞ。各チーム前進しろ。砂嵐で視界が悪い。警戒を怠るな。やった。砂塵に紛れて基地に接近する。今なら敵に感知されにくいが、こちらも視界が効かない。注意しろ。何も見えないぞ。これなら基地の砲撃を受けずに済む。砂嵐がありがたいと思ったのは初めてだぜ。爆破チームが並走している。お前たちはそのまま進み、敵を排除しろ。展開している。お前たちは左を守れ。赤チーム、作業を開始します。よくやった。爆破艦、頼むぞ。怪物を投下してるぞ。敵基地の正面にテレポーションシップを確認。チームが近づけない。テレポーションシップを排除しろ。こちら爆破チーム、テレポーションシップを排除してくれ。敵の揚陸船です。Thank you.
ーションシップを破壊しろ。エイリアンが降りてくるぞ。見ろ、怪物だ。飛行物体接近。エイリアンが怪物を呼んだ。今のは何だ。エイリアンは怪物をある程度コントロールすることができるようです。地中に隠れた怪物を呼び寄せたり従わせる姿が確認されています。なんて奴らだ。砂嵐が収まってきたぞ。射程外だ。エイリアンを排除しろ。見てください、怪物です。エイリアンは怪物を操れるのか。もしこの作戦が成功すれば我々の優勢は決定的なものとなります。分かっている。まもなく攻撃部隊も配置につく。もし爆破に失敗した場合は重戦車で破壊する。基地に接近して爆弾を設置する。周囲の敵を排除してくれ。こちらタイタン、配置についた。諦めろ。とどめは俺たちに任せろ。コッパみじんにしてやる。重戦車の出番はない。俺たちが吹き飛ばす。この振動は何だ。おい、動いてるぞ。基地が動いてる。爆破どころじゃないぞ。まだ設置が途中だ。危険だ、下がれ。交代。爆破チーム退出。基地から離れろ、急げ。退却しろ。コンバットフレーム、爆破チームが撤退するまで時間を稼げ。あれは足か。基地が歩いてる。歩いて追って消えられそう。退却、退却。基地からドローンが発進しています。狙撃艦がいる。彼らと合流後、重戦車の位置まで後退しろ。
歩兵は重戦車の後方に移動しろ。重戦車、敵基地を狙え。レクイエム砲、撃て！重戦車を支援しろ。フォーメーション。歩兵を守りつつ砲撃する。ここで敵を迎え撃つ。ウィングダイバー。前進しろ。タイタンを守れ。こちらフェザーズ、これより突入する。エイリアンを始末するしか助かる道はない。行くぞ。怪物に守られている。周囲の敵を攻撃し、守りを崩せ。レーザー砲台が動き出したぞ。敵のレーザー砲だ。まもなく救護車両が到着する。負傷者は登場しろ。レンジャー16配置につきました。
出てくぞ。ハズイ、基地以外の敵に攻撃を集中しろ。損傷は認められません。これ以上の攻撃は無意味と判断します。そんな悠長な状況ではない。部隊は壊滅寸前だ。諦めろ。白衣、基地以外の敵に応戦せよ。周囲の敵を排除しろ。
き延びることに専念しろ。作戦は失敗だ。総員撤退しろ。
基点に到着しました。よし、この先に何があるのか確かめる。突入せよ。見張りがいるぞ。見張りを排除する。グズグズしてると仲間を呼ばれるぞ。迅速に排除せよ。来る、始めようぜ。皮肉にしてやるぜ。
めさせないとな。ここで怪物が繁殖しているようなら人類にとって最悪の事態と言えます。必ず最深部までたどり着き事態を解明してください。分かっている。だが被害も小さくはあるまい。この地下道、怪物が掘ったのかよ。やつら地下に巣を作るのか。潰さないとえらいことになるぞ。ところでエイリアンに会うとは思わなかったぜ。エイリアンの奴ら、ここが居心地いいらしい。冬眠でもするつもりか？宇宙人のくせに。ウソ、先行部隊と合流しろ。ひょっとしたら奴ら地底人かもしれないな。自然の地下洞穴です。そこに怪物が入り込み拡張して巣に作り変えたものと思われます。
半分は自然の凍結か。怪物はどこにでも巣を作れるわけではないということかもしれません。ならばここを潰せば当面の危機は去る。この洞窟どこまで続いてるんだ。これだけ降りてもまだ先があるなんて。自然の洞窟がある場所でしか巣を作れず、さらにエイリアンの助力が必要だとすれば、怪物の繁殖力はそれほど高くないということになります。人類にとって朗報だ。怪物駆除の先が見えたな。この作戦の成功を祈ります。後続部隊が到着した。合流せ。分析します。怪物を残しておくわけにはいかない。全て駆除しろ。間もなく追いつきます。いたぞ、先行部隊だ。洞窟の最深部なのか。洞窟はまだ先があるようです。よし、弾薬を補給し作戦を続行する。